まあ、りょうさんとお仕事させていただいて、まあ、いろいろあのダンスのことはそんな詳しくないんですけれども、まあ、りょうさんのダンスというのはすごくこうちょっと本能的というか情熱的というか、すごくそこにそそられるところがあって、あと、まあ、振り付けに関してはものすごく前衛的な感じだな、人間ってこんなことできるんだみたいな、そんなことをすごく感じました。また今後、どういう風になっていくのかすごく楽しみで、そこに私もまた加わらせていただけたらすごい嬉しいなと思ってます。今回の作品に私は参加しておりませんが、すごく壮大な、ストーリー、そして、作品に仕上がるのではないかということで非常に楽しみにしてます。私もぜひぜひ、完成したら早く、一刻も早く見たいと思ってます。皆さん、クラウドファンディングどうぞよろしくお願いします。